のヘッドで落としたところ、連携のミスがこぼれたところ、稲垣選手です。東京ディフェンス、梶さんのお話にも先ほどありましたけれども、まさにこのワンチャンス一つのミスでセレッソが先制しました。こう なるんですよね、本当ちょっとしたこのあれなんですけど、わずかな連携ミスを突かれました。最後は落ち着いて左足、高木俊之が流し込んでいきました。いや、FC 東京が押し気味に進めていた時間だったんですが、サッカーは怖いですね。サッカーは分からないですね。怖いですね。これでまた流れが